糖尿病について。糖尿病は大きく分けると1型糖尿病と2型糖尿病に分かれます。1型糖尿病は子どもに見られて何らかの原因で、インスリンが出なくなってしまった状況を言います。2型糖尿病は主に高齢者になる糖尿病で、日本人の 95% は2型糖尿病になります。2型糖尿病は体のインスリン、血糖値が高くなって糖尿病になる病気で、食べた食べ物がエネルギー、食べ物が血管を通してエネルギーに変わる際に変えられる能力が低くなりました。栄養不足でエネルギーに変える能力が低くなった時に、それを糖分として血液に流してしまい、それをインスリンが抑えているうちは糖尿病にはならないんですけども、インスリンを超える糖分を体内で発生させてしまいますと糖尿病になってしまいます。血糖値が高いことを糖尿病とそのまま言います。よろしくお願いします。